こんにちは、ビタミンレミです。今回は今日セリア、100均のセリアでこんなものを見つけたので、これのちょっと見本を作りたいなと思って、色がどんな風に発色するのか。ミラーパウダーなんですけど、すごいですね。100円で2つも2色入ってるんです。お得感満載じゃないですか、ね、これをノプラ版の余ったやつにどんな色に発色するのかちょっと試したくってやっていきたいと思います。こんな風にセットしてみました。まず100均で買ったものらしくというのも、めいっ子がねもう使わないっていうのでもらってきたんですが、筆が細くなっていて絵を描いたり文字を描いたり爪にするときに使うといいんじゃないかなと思うような筆になってますね。すごくアイラインなんか行く時の筆のような細さです。アートなんかすると描きやすくていいんじゃないかなと思いますね。いきます。四角の方も。ちょっと塗りつぶすには塗りにくいですね、この筆だと。細いので。それで乾かしたいと思います。こんな感じ。一応3等分にしたいなと思ったので、3分の1のところにマスキングテープで留めて線がくっきり出るように、よくネイルする時なんかにも1色塗った後にそれが乾いたらマスキングテープで片側を貼って、で違う色を上から塗って乾かして剥がすと綺麗な2色になったりするので、で3色にしたい場合は反対側をマスキングテープで高くして塗ったりします。そうすると簡単に変わった模様のねネイルアートができるので、そんなことも若い頃はしてました。完全に乾きましたね。もう反対側ですね。反対側もこちらで色をつけたいので、今回ね3色どんな発色になるのかなって見てみたいので、3色で黒とクリアと白ですね。それにミラーパウダーを
こすりつけたらどんな色になるのか実験してみたくて、こんな感じで準備しました。黒とクリアと白のマニキュアを塗って、ここにセリアで買ったこのミラーネイルをこすりつけていきたいと思います。2色ずつ入っているので、こちらのこっちがシルバーで、あ、こっちがゴールドですね。こっちがゴールド、こっちがシルバー。まずシルバーから、全体的に蓋が見てませんでした。こういうところが天然って言われるんですよね。こんな感じで、あ、まだちょっとマニキュアが乾いてないかな。トップコートを塗ったんですけど、トップコートがまだ乾いてなかったみたいです。しばらく乾かしたいと思います。まずシルバー、こんな感じですね、うん、全体的にもう少しこすりつけると綺麗じゃないかなと思うんですが、ちょっと性格的に早とちりでまだ完全に乾いてませんでしたね。レジンでコーティングした方が良かったかな、うん、でも分かります、こんな感じですね。角度によってシルバーにも、うん、白のマニキュアの方は完全にシルバーに見えますね。なので黒を最初に塗っておいて、このシルバーのミラーパウダーをすると綺麗だと思います。こんな感じですね、はい、ではしばらくまた乾燥させたいと思います。ここからはナレーションが変わるんで、ちょっと音声が変わってしまうかもしれません。ごめんなさい。2色目ですね。ゴールドのミラーパウダーを2つ目のところに塗ろうというところですね。綿棒でしっかりミラーパウダーを取ってこすりつけています。はい、こすりつけました。やはり角度によってゴールドが綺麗に見えるところと、ちょっと分かりにくいところがありますよね。バッグはやっぱり黒の上にミラーパウダーをやった方が綺麗だと思います。では今度は3つ目ですね。ピンクがかったものと
赤褐色のものと2つ入っております。まず最初に赤褐色の方からにしようかな、ピンクの方からにしようかな、ピンクの濃い方から3つ目のところにこすりつけようとしています。やはり白い部分に塗ってもあんまり綺麗じゃないかな、ちょっと汚らしく見えちゃうんですよね、角度によって。光の加減で綺麗に見えたりするんですが、やはり少し汚い印象があるかなと思います。では続いて赤褐色の方ですね、こちらも塗っていきたいと思います。やはり他のものと一緒でバッグが黒い方が綺麗に発色するイメージですね。ちょっと黄金虫っぽいような、黄金虫何虫だっけ、なんかそんなイメージですね、虫っぽい色かなはい、続いても塗っていきますね。こちらは見た目は赤っぽく見えます。でもう一つの方から塗っていきますね。ちょっとこちらは青っぽい感じかな、パッと見ピンク色にも見えるんですけど、青っぽいピンクっていう感じですかね。とっても綺麗な色です。私はこの色が一番綺麗かなと思いました。ちょっと青っぽく見えません、ね、ピントがなかなか合わなくて光の加減でよくわかんないんですけど、うっすら青っぽく見えますね。青っぽく見えましたよね。こんな感じ。だから青いものの上に塗るとより一層映えるかもしれませんね。はい、ラストはさっきの赤褐色っぽい色よりももっとなんていうんだろう、赤が強いような茶色のようなっていう印象なんですけど、光の加減でピンク色に見えます。綺麗なピンクっていう感じかな、ちょっと赤紫っぽいような赤が強い、先ほどのものよりも赤が強い感じですね。赤が強いような光になりますね。ちょっと説明ベタでごめんなさいね、よく伝わんないかもしれないですけど、ちょっと赤が強いような、わかるかな、角度でね本当にわかりづらいですよね。ちょっとね、全部塗り終わったのでちょっとじっくり綺麗に見える角度を探しているところですね。
最後までご視聴ありがとうございました。